ブルオのプロ野球ニュース。君は糸原健人選手を知っているか。ワンマンコブルオです。定価今日は日本の中心、島根県の出身、阪神糸原健人選手を紹介するよ。糸原選手はドラフト5位で JX エネオスから阪神に入団。寮に入るときは自前のマットレスを持ち込んだんだって。背番号は33。阪神の33といえば池内投手でしょう。今は兵庫ブルーサンダーズの指導者だよ。そういえば井川さんも入団したんだね。糸原選手は社会人の前、明治大学にいたんだ。全日本大学野球選手権で首位打者も取っているんだよ。てーか、2番糸原、3番高山、8番坂本って阪神の選手ばかりだね。高校は松江にある開成高校。3位のピカソ、野々村先生の教え子だよ。阪神入団前の自主トレも母校でやってるぞ。そういえば錦織圭選手、開成中学出身だよ。島根いいと思うよ。てーか、吉田君が松江城の城攻め楽しいって言ってたな。行ってみたいな。経費ないもんな。今年も行けないのかな。一度ぐらい行かせてくれたっていいじゃないかと思う。